T92 系戦車はアメリカ合衆国の開発した試作系戦車である。M41 系戦車の後継として開発された系戦車で CE-130 輸送機による空輸が可能なものとして設計されており、空中投下が可能な空挺戦車として運用することも計画されていた。フロントエンジン、フロントドライブの駆動方式に投資ラスティック式サスペンションとし、 車体後面に大型のハッチを備えた車体に半自動装填、自動配車や装置付きの 76mm 砲を空、レフト式に装備し、指揮官と報酬用に独立した銃刀を備える停止性型の砲刀を搭載した新機軸を大胆に採用した新型戦車として開発された。ターレットリングは 2260.6mm という大直径とされており、 過去に開発された、軽戦車シリーズである M24、M41 の、両戦車と同様、砲塔を変更し車体を強用した、自走砲型他の各種の派生形を開発することも、視野に入れた設計であった。1953年に開発計画が開始され、1956年に、最初の翌年には2両目の試作車が完成して1956年11月より、 試験が開始されたが、各種の新機構に問題が多発したことと、偵察任務に用いる車両としては、水上航行能力のないことが問題視された。それら不具合の解消には多大な予算と期間が必要な上、水上航行能力と空輸、空艇投下能力の両立は困難と判断されたため、改めて別の空艇投下可能な軽戦車が開発、設計されることとなった。 1959年には本社の開発計画は中止され、試作のみに終わった。製作された試作車両は現在でもメリーランド州アバディーンのアメリカ陸軍兵器博物館にて保管、展示されている。ありがとうございます。